韓国書籍の専門書店チェッコリがお届けする音声コンテンツ、渡辺直子のクリムチェキヤギ。皆さんこんにちは、チェッコリスタッフの澤田です。先日は K-BOOK フェスティバル、そして横須賀美術館での読書会、渡辺直子の出張クリムチェキヤギにご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。また来年も絵本を囲んで直子さんや聞いてくださっている皆さんと直接お会いできる機会がたくさん持てるととても嬉しいです。今年最後の配信は、日本でも可愛らしい絵本が人気のあの作家さんの絵本2冊を韓国絵本ナビゲーターの直子さんがご紹介してくださいます。最後までお楽しみください。皆さんこんにちは、渡辺直子のクリムチェギヤギ第20回をお送りします。20回まで聞いてくださっている皆様、改めていつもありがとうございます。さて、今日は韓国だけでなく日本でも人気を集めているスイカのプールという絵本の作者アンニョンタレさんの冬の絵本を2つご紹介したいと思います。アンニョンタレさんというと、子供たちが熟して割れたスイカの中で楽しく遊ぶスイカのプールの他に、おばあちゃんが貝殻に耳を当てたところから海でのファンタジーが繰り広げられるおばあちゃんの夏休み、ハルモニエ・ヨルムヒューガという絵本も大変人気で、初めは夏を描く作家さんというイメージがありました。ところが2021年の冬に一つ、そしてその約1年後にもう一つ、真冬を舞台にした絵本が続けて発表されました。それが今日ご紹介する2冊です。1冊目はヌンアイ、雪の子という絵本です。真っ白な雪の原で小さな子供とヌンアイ、雪の子が雪のパンを作って遊んでいる絵が表紙になっています。雪が降っているので子供の帽子の上にうっすら雪が積もっていますが、なんとタイトルの文字の上にもちゃんと雪が積もっているんです。こういう細部へのこだわりというのは読者にとっても楽しいものですね。お話は、小さな子供が雪の原に一人ぼっちで立っている雪だるまを見つけて、手足と目と口と耳を作ってあげることから始まります。子供が雪だるまに命を吹き込んだわけですが、二人は雪の原で楽しく遊び回るうちに友達になります。そして、そり遊びで雪の子が倒れてしまったとき、子供が雪の子を起こしてあげて、クエンチャナと聞いて、ほーっと息を吹きかけてあげるシーンがあるのですが、これは韓国の人たちがよく子供たちにもしてあげますよね。雪の子はその子の優しさに触れて感動して涙を流します。子供が、ウェウロと聞くと、雪の子は、タッツテソと答えます。やがて冬が終わりに近づき、雪が溶ける時が来て、二人に別れが訪れるのですが、季節はまた巡り、また次の冬がやってきます。アンニョンタレさんのインタビューによると、この絵本には悲しいバージョンと明るいバージョンの二つのプランがあって、先に出たのがこの雪の季節に友達に再会できる新しいバージョンなのだそうです。悲しいバージョンは今後追加で発表されるのでしょうか。子供の純粋な友情をアンニョンタレさんらしい優しいタッチの絵で描いたヌンアイ、ぜひ読んでみてください。もう一つの絵本はキョウルイブル、冬のお布団という作品で、こちらは心がポカポカに温まる楽しいファンタジーです。寒い雪道を歩いておじいちゃんおばあちゃんの家に来た子供が、
暖かいオンドルの部屋で部屋着姿になって、そこに敷いてあったお布団に潜り込みます。するとお布団の中は韓国の昔ながらのチムチルバンになっていて、おじいちゃんおばあちゃんが動物たちとぬくぬく愉快にゆで卵を食べたり、湿気を飲んだりしているんですね。韓国のチムチルバンといえば、ゆで卵と湿気ですよね。ゴロゴロ床に寝転がったり、みかんを食べたり、クイズを出し合って笑ったり、とてものんびりした平和な世界なわけです。そして、孫がやってきたのに気づいたおじいちゃんおばあちゃんはこう言います。ウリカンアジワンちゃんという呼び方なわけで、これがとっても韓国らしいですね。実際にオンドルの上に敷いてあるお布団というのは、汗をかくほど熱々になっていることもあるので、そこにチムチルバンが広がっているという空想は本当にお見事という気がしました。最後は眠ってしまった子供をお父さんが迎えに来てご飯を食べて帰るのですが、このお父さんも子供の頃はきっとこのポカポカのオンドルの部屋でお布団に入ったり、お父さんお母さんとチムチルバンに行ったりしながら育ったのかなと思うと、また温かい気持ちになりました。それでは今日はここまでです。アンニョンタイさんのどちらの絵本も本格的に寒くなるこれからの季節にぴったりな作品なので、皆さんぜひチェッコリで原書をチェックしてみてくださいね。では次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。감사합니다。絵本のお話いかがでしたでしょうか。アンニョンダルさんの絵本は、日本ではスイカのプールが岩波書店から、人参幼稚園がポプラ社から刊行されています。今日ご紹介した冬の絵本2冊と一緒に、日本語でも楽しめる作品もお手に取って見てみてくださいね。今年このコンテンツクリムチェキヤギでは35冊の絵本をお届けしました。どんな本があったかなと過去回もまた遡って聞いていただけると嬉しいです。皆さんにとって今年一番心に残った絵本は何でしょうか。韓国の絵本はもちろん、それ以外でもよければコメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは忙しい12月ですが、皆様あったかく、時々絵本を開いたりして元気にゆったりとお過ごしくださいね。また来年1月にお耳にかかりましょう。ありがとうございました。